はい、どうもシーです。今日もオリアカの動画撮っていきたいと思いますと。で、今日は霊獣についてちょっとお話できたらなというふうに思っております。で、レベルがね75から解放されて修行のところでね、霊獣何センチわかんないんだけど、まあこれが追加されましたと。で、今週の月曜になってね、その霊獣のパックショップが開放されました。俺今週だけちょっと買っちゃったんだけど、どうしても欲しくて、金色この鹿と鳥と狐、これのかけらがどれか30個選べますよっていうやつね。もう今週はねちょっとあまりにも差がつきすぎるから、それだけは買っちゃったんだけど、まあ来週以降は買わないかなというふうに思いますと。まあ無課金ぐらいだったら、まあ、賞味買わんでもいいような気はするんだけど、ちょっとね欲しいのがあったんで手を出しちゃったというわけです。で、霊獣ね、今集める手段すごい限られてて、ここでクリア、通過した時にミッションか討伐で倒してゲットしたやつでコインをゲットしたやつと、あとは宝箱と商店、通り道の商店で買えるようなやつだけしか今のところはないんですけど、まあどうやって進めるかっていうと、まあ、俺はねこれちょっとランダム要素が強すぎてあんまり手出してないんだけど、まあ、出してもいいとは思うんだけどね、商店の方だけ一応全部買うようには、欲しいやつ、ウサギはいらないと思ってるんで、ウサギ以外は全部買うようにしてます。まあ、そんな感じで、やってるんですけど、今日の言いたいのは霊獣何が強いんじゃっていう話ですね。まあね、どれもね、その結構強い効果を持っている霊獣なんですけど、俺のやつ全部なくなってるんだけど、ちょっと待ってよ。で、今俺のがちょっとすごい適当に取っちゃったんで、まあこんな感じになっちゃってるんですけど、まあもともとね6体いてどれが強いんじゃっていう話で、個人的に強いと思ってるのはこの狐ね。 HP が最も低い敵に3人に 83% のダメージを与える。で、パンダも強いと思ってて、これね、その敵全体に HP50% 未満の時、敵全体に 60% のダメージを与え、気力低下耐性 10% と気力回復速度 20% 低下って、結局このゲームってスキル止めるか回復させるかみたいな、気力を回復させるかみたいなスキルがかなり幅を利かせてるゲームなので、まあ、多分ねパンダを支援に入れるっていうのはかなり強いんじゃないかなというふうに思います。で、もう一個この鹿ねこのダメージを軽減させるみたいなスキルなんだけど、軽減させて後から食らいますよみたいなね、これがね結構成長すればね遅らせられて、かつその軽減も入るっていうところで、そのこのゲームターン数そんなにかからないゲームだから、一旦ずらすって結構でかい気がしてて、効果としては。なので俺が思ってる一番いいんじゃないかなっていう編成は、キュービを先頭に持ってきてパンダと鹿をサブに置くみたいな編成がいいんじゃないかなというふうに思ってます。この鳥がね、ちょっとよく分かんなくて、どう使えばいいんだろうね。まあダメージ与えるは別にいいんだけど、その後さ、敵が気力攻撃後味方が直ちに気力攻撃を発動っていう、これのね効果がいまいち理解できてなくて、そのあたりはちょっと要検証なところはあるんですけど、他のね全部効果は分かったので、まあ、意味の分かるにも考えてください。これの中では今、ね、メインのパンダと鹿をサブに置くっていうのがいいんじゃないかなというふうに思っております。多分いろんなね組み合わせとかあると思うんで、もしそのあたり詳しい方はぜひコメントで残していただければなというふうに思います。じゃあ今日の動画はこのあたりで終わりたいと思います。ありがとうございました。